大阪市交通局2201系電車は1954年に製造されたかつて大阪市交通局に在籍していた路面電車車両である。2201型は1954年12月に2201から2211の11両が日立製作所、富士車両、帝国車両で製造された。車体は 前年登場した3000型と同系の新大阪市電スタイルの全長約12.5メートルの前中ドア式窓配置 D5D4 の中型車であるが全面デザインは大きくリファインされて後に2601系3001型に継承されたただし3000型とは逆に左側を系統膜右側を方向膜として方向膜及び 系統幕を拡大したものとなり、従来車より遠くから行き先及び系統が判別できるようになった。また、内装は3000型とは異なり、ロングシートとなったほか、車内は反抗性だったために当初はニス塗りで登場した。このほか、側面の車掌台部分は3000系同様の落とし込み式の加工窓で、このスタイルは2601系の一時車まで継承された。 台車、電装品は、台車は、男性車輪付きの住友金属工業 FS-57A を装着し、電空単一のブレーキを装備したほか、制御装置は、関節非自動制御の PC-201、電動発電機は CL、CLG-303C をそれぞれ搭載したが、モーターは SS、SS-60 を、各台車に一機ずつ、 経営に機搭載する釣りがかり駆動車となった。3000経営同様の直角カルダン駆動の採用を見送ったのは技術的な熟成度などを勘案してカルダン駆動車の導入は時期尚早と判断したためである。しかし3000経営の成果も取り入れて防音に留意していたことから車両課長の宮本正幸によって防音電車と命名された。このように釣りがかり駆動ながらも 間接制御や新型台車などを採用した2201型は横浜市電1500型や名古屋市電1800型などと同一レベルの車両として登場した3000系の導入から見ると後退した印象を受けるが一歩ずつ技術の熟成を待ち実用レベルで最高級の技術を導入する姿勢が後の3001系の成功につながることになる2201型は 今里車庫に配属され、同車庫のメインラインである5系統、6系統をはじめ、7系統、8系統や27系統などの、系統にも投入された。こうして登場した2201系であるが、性能を追求する、あまりに、制御機が複雑な構造になったことと制御電圧が 28V と低かったことなどが故障の原因となっただけで、なく、 直接制御とエアブレーキだけの従来車に慣れていた運転手が間接非自動制御で電空単一ブレーキの2201系の運転操作に戸惑ってしまい事故を続発させてしまったことから保守運転の両面で問題を抱えた2201型に対して労働組合から改善要求が出されてしまったその後今里車庫が 浸水被害に遭った際に制御機が浸水したことから、制御機を直接制御の KR-8 に換装し、合わせて、電空単一ブレーキは、エアーブレーキのみとなり、モーターは SS、SS-60 から、パワーダウンした SS、SS-50 に取り替えられ、男性車輪も通常の車輪に変更されるなど、先に登場した2101型と変わりのない性能の、車両となってしまった。 しかし、2201系の間接制御車時代のトラブルは、間接制御車の運転と保守の上で貴重なデータを提供したことから、2201系自体はダウングレード化されたとはいえ、決して無駄ではなかった。2201型はその後も、今里車庫に配属されていたが、1965年12月26日から、港車庫担当の23系統が、 ワンマン化された際に、全車が港車庫に転属の上、2 6 0 1系1 4両と共に、ワンマン改造を実施された。改造時にツーマンカーと区別するために、水色の帯を巻き、出入り口に案内表示等、全中ドア間にスピーカー、全面にバックミラーをそれぞれ取り付けて、ビューゲルに変えて、Z パンタを装備するなど、ワンマン運転向けの改造を施された。 2 6 0 1系ワンマン改造車ともども、大阪市電唯一のワンマンカーとして活躍を続けたが、1968年5月に、京阪東口港車庫前館が廃止されることによって、ワンマンカーの運転は終了し、2201型は、旧車状態で、宮古島車庫に保管されたが、市電全廃直前の1969年3月に、全車廃車された。 同じワンマンカー改造車でも2601型からの改造車は廃車後広島電鉄に移籍して900型となったが2201型には譲渡車はなかった。廃車後は2201号がワンマンカー第1号車であることを記念して保存車として森宮車両工場に保管されたほか学校や公共施設に払い下げられた車両もあった。現在では 2201号のみが現存しているが、イベント開催時以外は非公開となっている。なお全面窓は2201型のみ、他の形式よりも大きい。ありがとうございます。